初めての就職活動なら DYM 就職、履歴書作成から面接対策までマンツーマンで手厚くサポートいたします。詳しくは概要欄をご覧ください。ミーアル人生年表、こちらの企画はゲストの人生を深掘りしながら過去の挫折経験やターニングポイントを振り返ってゲストが大事にしている人生の流儀について学んでいくという企画となっております。はい、本日は歌手でタレントの山口メロンさんにお越しをいただきました。よろしくお願いします。クメロン、メロンメロンだったんだね。その帽子、何の帽子なんだろうと思ってた。頭に見えてるんです。どこの事務所なの？松竹です。あらら、わかりました。何を分かった？メロンさんのね、今回お話しいただくのが、はい、芸能界の中でも抜群にピアノが上手いのに歌がものすごく下手すぎてもしくじった過去をお持ちということなんですよね。はいはい、でそんなメロンさんの人生年表に迫っていきたいと思っております。はい、今回なんですけども声変わったね変わった声、今急にポーってなんだ。何、子宮がうずいちゃったって。なわけねえだろ。ゲストの山口メロンさんは絶対音感を持ちの。はい、そうなんですよ。もう3歳からピアノをやってて、うん、もう物心ついた時にはピアノを弾いてたので。え、絶対音感っていうのはさ、これ何とかそんなんできるとか。そうですね、大体街中で聞いた音とか、音程があるものは分かるんですけど、今のもう分かる。あ、これはなんか特にいろんな音が混ざってる。ちょっと一本で。これウィーン。おー、合ってるか分からない。これやられるといつも微妙な空気になっちゃう。そうよな、分からへんわな。そりゃ芸能人たちがピアノの腕前を競う番組でも優勝するほどの実力者。聞くところによるとゆきちゃんとも共演したことがあるみたいね。そう、5、6年前くらいに一緒に相撲を取ったことあって、深夜の2時半。音楽も何も関係ないわ。全然ピアノとか関係ないわ。ピアノのかけらもなかった気がする。その時は大きいメロン見逃してましたね。もっと大きなメロンをかぶってたんですよ。見逃してて、ちゃんとこだわりがね、かぶってたじゃない。見逃してたみたいな。しかも相撲も強かった記憶がある。勝った私。どうでしたっけ？全然覚えてない。そんな覚えてない。深夜の2時半に寒い中、冬外で相撲を取ってながら、何の番組なの？ピアノを弾きながらやるとかじゃなくて、全く関係ない。どうやってピアノ弾きながら？芸人さんなんですか？芸人じゃないで、松竹所属なんですけど、松竹所属のメロン界のアイドルです。アイドルっていうこと？はい、自称アイドルです。でもアイドルやったら歌も歌わなあかんやん。はい、そうですね。歌もう一応歌ったりはするの？歌ったりはしてたんですよ。5、6年前ぐらいにはグループを組んでたんですよ、アイドルグループを。でその時は8人ぐらいメンバーがいたんで、結構私は紛れてたんで。だからスマップでいう中居君みたいなもんね。実際に本当に私だけマイク軽くて入ってないんや、中居君が入ってなくて、みんなそれぞれ大きくて見た目もしっかりしてたんですけど、私に渡されるマイクだけいつもちっちゃくて。スカイアイドルでは本物のマイクの本数が足りないから偽物のマイクで補っている。そうなんだ。練習できないね、それなんか。グループによ、多分全部じゃないと思いますよ。全部のスカイアイドルがそうじゃないからね、別にね。大体が。でも絶対音感持ってたら歌はもう上手いね。それこそゲレンデの人、広瀬香美さんも絶対音感持ってた。ゲレンデの人みたいな。ヒロマンスの神様歌も上手でピアノもできてじゃない。そうですね、絶対音感で、私の周りも意外に歌が上手な人多くて、聞く力はあっても口に出す力があんまり、そこは比例してないというか、声帯の筋肉が弱いみたいな。そう、それはあると思います。ピアノいつから始めたんですか？ピアノは3歳から、もう物心ついた時はやってて、そう、自分の意思で始めたっていうよりはお母さんがちっちゃい頃から習わせてくれててっていう感じです。英才教育だ。それでピアノを習ったことによって絶対音感が身についてきたっていう。そうですね、よく言われてるのは、その3歳までにピアノ弾いてると絶対音感がつきやすいって。なんで私の母親に学ばせてくれなかったんだろう。ちょっと今後悔、絶対音感あった
からといっていいことばっかりじゃないし、聞いてる音が分かったからといって実生活に役に立ったことそんななくて、寝てる時に冷蔵庫のウィーンって音とエアコンのボーっていう音が不協和音で寝れないっていう人とかもいらっしゃる。あと私の場合はカフェとかに行くと BGM で音楽流れてるじゃないですか、あれがすっごい頭に入ってきて BGM を音楽にして喋ったりとかあんまりできないんですよね。喋りながら歌っちゃうみたいな、なんかもう音楽が BGM じゃなくて情報として入ってくるからドレミみたいな、なんか集中できなかったりとか会話に。でも特技としてはさ素晴らしいものじゃない。そうですね、ありがたい、まあ、タレント性もな、なんかそういうのね、売れたりもするからな、ピアノ自体の成績はどうでしたその頃は。ちゃんとはコンクールに出させてもらって、そのヤマハ主催の地方のコンクールですけど、そこで金賞取ったりとか。あ、すごい。大学もピアノで出てるんで。お金持ちですか。いや、そうなん、いやでも田舎なんで、はい、田舎でもいろいろ習い事とか。こっち持ってんじゃない。でも豊岡持ってんじゃない。メロンとか育てられるんだよ。ね、豊岡の土地は安いんで、そんなことないんですよ。されどよ。実際にピアノは好きなんですか。ちっちゃい頃もずっと好きでやってたんですけど、親からやらされてたのと、ピアノの先生が厳しかったんで、一時期ちょっと反抗してやりたくないみたいになって。嫌だった時期。そうですね。大学に行くぐらいやから将来も音楽でって決めてたってことよ ね、はい、大学も音大とか卒業ですか。はい、日芸の芸術学校のピアノなんですけど、ざっくりとではあるんですけど音楽の道に行きたいなと思って、音大に。なんでその道を外れたの。ちょっと外れてるの今。メロンになったのなんか、そう、なんか、ね、今の状況は何。そうですね、確かに私の親とか上京して数年後に豊岡に帰ってきたらこの姿になっててすごいびっくりしてて。実家それで帰ったの。そうそう、これで普段歩いてるってこと。あ、はい、一回これで普段歩いてたんですよ。そうだと。え、本当にそれで原宿出禁になって。すごい出禁。なんでなんで。あの大きいメロンを見逃して、あのメロンちゃんシール配ってたんですよ、原宿の竹下通りで。そしたら結構人が集まってきちゃって、路面店の人にいろいろ注意されて。あ、なるほどね。毎週日曜日行ってたんですけど、行こうってなった時に事務所にちょっともう来ないでくださいって言われて出禁になって、それ以降行ってないです。メロンちゃんシールを原宿で配ってた。メロンちゃんシールっていうシールが自分で作ったんですけど、それはあの開運シールって呼んでて、自分で。何シール。開運シール。あ、開運シールね。何の根拠もないんですけど開運だけ作っていろんな人に配って。似たもん別だからね。そうなんです。その辺は松井和夫さんもおちんちんシールをみんなにね作ってもらってましたよ。見せてた。おちんちんシール配ってはなかったの。配ってはなかったみたいな。その時まだ何の仕事もなかった時だったんで。なるほど、ね、まあ布教活動みたいな。ちょっとね知ってもらおうと。そうです。すごいね。もう結構人集まったの。そうですね、ちょっと珍しがあって、あの海外の人とかたくさんいるんで集まってきてくれます。アイドルになるきっかけは何やったんですか。大学のそのミスコの主催やってるお友達がちょっと人数合わせで出てって言って出させてもらったんですけど、うんうんうん、人数合わせだったんでもちろん落ちてもう最下位とかだったんですけど、まあ、それきっかけでちょっとフリーであのお仕事いただくことが増えて、まあ、どんなアイドルやったんですか。ミスコンがきっかけで、はい、その時はまだメロンはつけてない。そうなんです。この時はまだ普通に山口さんとして大学生してて、で声かけてもらって事務所に入って、うん、そこの事務所の社長がアイドルグループ組みましょうって言って、そのグループが解決とフンデカルマルっていう漁業を応援する。全然違うやん。そうなんですよ。今農業の漁業なんですか。そのなんでそのメロンにたどり着いたの。そう、本当に私の意思とは反してて、当時あのアイドルグループすっごいめちゃくちゃ流行ってて、うん、コンセプトをつけるのが流行ってたんですよ、うんうん、あ、本当か。いろいろあったあったあった。そこの社長が多分漁業で行こうみたいな勝手に決めたんで。もうさ、あのノギャルっていうのがいたからね。ノギャル、農業するギャルのユニット。あー、いたわ。ショッピーの事務所のところ。あ、クイーンのノギャルっていうのがおって、そう、もう農業取られとったんや。あ、取られ、だからもうそこ空いてましたね。漁業に行ったら、ちょっと魚くん、魚くんがおるからな。メロンちゃんもね、ちょっと魚くんによっても若干。魚くん大好きです。リスペクトしてます、はい、それはそうやろ。魚くんが嫌いとか言うわけないから実際に漁業に行ったりするんですか。あ、その時は競りに行ったりとか。アイドルグループで競りでイベントさせてもらったりとか。競りでイベントめっちゃ邪魔だったと思うんですけどあとなんかファンの人と一緒に釣りに行ったりとか。素敵ですよね。そういうイベントをしてます。歌自体もそういう漁業系の歌。そうです、魚を応援する歌だったりとか。だって競り中なんて。魚を応援してた。3、4年やってましたね。すごい、はい。
つ気づいたんですか、自分に歌の才能はやっぱなかったと。マイクが軽くてしょうがないみたいな。マイクが軽かった時にちょっと自分の中でなんでだってあの疑問もあったんですよ、うん、その時はでも確実に気づいてなくって、その後お家でピアノ弾き語りの練習してたんですよ、うん、そしたらなんかうちちょっと壁が薄かったんですよ、うん、当時あの隣の部屋からすっごい笑い声が聞こえて、弾き語りをするたびに笑い声が聞こえたんですよ、うん、ちょっとおもろいな笑い声でも男性の笑い声やった、女性の悲しい、しかも複数で笑って、でもまさか私じゃないだろうなって一回だけ友達呼んだんじゃない、もう何回か聞いてた隣の子やばいから家遊びにおいで言うて、いやでもまだそこでは確信持てなかったんですよ、笑ってんのかなって思ってたんですよ、笑い声が聞こえるぐらい壁薄いところでピアノ弾くって確かにちょっと真っ黄色だった当時あのちょっといいところの六本木とかのレストランとかでピアノを弾いてたんですよ、BGM で生演奏ね、お客さんになんかリクエストでなんだそうそう弾き語りしてよって弾き語りすごいな、でそこで弾き語りしたらちょっとざわついちゃってそこのレストランざわざわざわちょっと違うねそれざわばい本当にざわばい、で店長がいきなりブワーって結束を変えてきて、ちょっとあの歌わないでって言われて、あのピアノだけでいいからって言われてちょっと注意されて、そっからしばらくシフト入れてもらえなくなっちゃって、そう実質クビみたいになっちゃって、ピアノめちゃめちゃ上手くて歌下手ってめっちゃおもろいですよね、めちゃめちゃ笑っちゃう気がする、確かにでもその時もクビになったって思わなくて、1年間ぐらいずっとあのこの日が空いてましてシフト送り続けてて、1年長いよ、シフト調整されてたんだそうだとは思うんですよね、その気になるピアノの腕前と歌声は最後の方に披露していただきたいと思います、最後までお楽しみください、めっちゃ楽しみそれ、本当だピアノがある、うん、本気で歌ってよ、はいもちろん、そう痛いのやめてよ、本気で私いつも歌ってるので、カラオケとか行かんの、あ行きます行きます、カラオケも好きだし、何歌うのカラオケではジャンル問わず何でも、人から行くとしたらさ、はい、人からですね、人とはいかんねや、人とはあんまり行かなくて、行、うん、かんのか、それは付き合ってくれへんのかと笑っちゃうからね、ピアノが弾けるからカラオケに行くっていうよりはずっと家で、あ家でね、弾き語りする感じで、弾き語りやのに下手やねんです、音痴なんですか、いや音痴だとは思わないんですけど、絶対音感あるから、えでもさ下手な人っていうのは結局音痴やから下手なわけやんか、そうですね、何が下手なの、ダンスも下手ですか、ダンスはまあ普通です、そんなにめちゃくちゃ下手とかではないんですけど、そっか、ピアノだからか、リズムが乗れない人って下手になる人多いじゃん、うん、あそう、運動音痴的な、うん、ピアノだってピッチ合わせられるじゃないですか、自分で合わせることないから、あんたピアノ弾けんの、弾けない、なんでそんな偉そうに弾けるんだよピッチとか言うから練習は歌の練習やっぱちゃんとそれで上手くなろうって言って、ね、一回あの CD を出さないかってお話いただいたことがあって、それが弾き語りの CD だったんですよ、うんうん、なのでちょっとボイトレに一回通おうと思って収録する前に、うん、通ったんですけど、それがグループレッスンだったんです、なんか私が歌い出すと割となんか音痴って伝染するみたいで、なんか私にみんな引っ張られて他の人もちょっと下手になっちゃってハモリパラとみんな引っ張られみたいなもん、でそこの先生にもう君はその歌声のまんまでいいから来なくていいんじゃないみたいな、来なくていいんじゃないだってその CD 出さないっていう話も、もともと弾き語りをメディアでやった後の話、そうですね、じゃあ多分下手のままで出したいねそのテーブルの歌は CD 出してるんですね、2枚出してます、売れ行きは、売れ行きはまあそこそこだと思うんですけど、重版は特にかかってないですね、でも2枚出したってことは1枚目はちょっと売り切れだったと思うんですけど、あそう1枚目はその自分の作詞作曲したメロンちゃんのテーマっていう曲と、あとドンクリコロコロをカバー曲で出したんですよ、ドンクリコロコロをカバーって言って初めて聞いたわカバーとか同様だからリメイクしてね、はい、めっちゃわかる、わかります、私も結構歌下手で売ってきたんですけど、ドンクリコロコロって歌下手の人にとって歌いやすいんです、そうなんですよ、短いし、でその一番の理由は2曲目カップリングはカバーにしたくて、はい、アーティストさんにいろいろお願いしたんですけどみんなにちょっと断られてしまってレベルがそうなんですよ、でどうしようってなった時にもう著作権が切れてるドングリコロコロで行こうって話し合いでなって、そんなもうどこにも怒られないんで、そうね、使い放題ね、使い放題なんで、それで2枚目行って、はい、2枚目はタイトルどういうやつですか、君にメロンっていう私が作詞作曲した君に、はい、なんかパクったそれ、あ、パクってない、
です。夕方ライブした後、池袋のラウアでそのまま夜勤して朝まで働いて、日曜日また2回回してライブとかっていう生活を、本当にお金がなかったんですよ。そのお金がない理由が、そこの当時の事務所の社長から全然ギャラがもらえなくて、ドンキコロコロの歌付きで聴いてください、 どうぞ。どんぐりこのこ、どんぐりこ